おはようございます11月11日の今日は木曜日ですオンエアランプをつけるのを忘れておりましたはい、11月11日時刻は午前8時4分を回っています今朝も天神橋水商店街天六天子森スタジオから長官チェックをお届けしてまいります 大阪は今日なんかまた午後雨が降るかもしれないということですね、最低気温が12度台となっておりまして、日中もあまり気温が上がらないと、やっぱりもう寒いなぁと、うん、上やっぱりいるなぁという感じでございますね函館でではささら電車ののがが始まままっております雪が降りますす雪降ね。 それをこう履いて電車を走らせるようにするためのいわゆるささら電車、えー、函館はまだ最低気温が8度ぐらいなので、えー、雪というのには早いんでしょうけれどね、えー、富士山もてっぺんの方には雪を抱いている姿が東京からも昨日見られたんかなはい。そんな写真もアップされておりました東京と言いますと 日常が戻ってままいりますね東京・豊洲市場のマグロの競りの見学が来月から、まあ、事前に予約をしてで人数を制限してということでありますけれども、まあ、戻ってくるということですそして今日は何の日11月は毎日のようにいいなんとかの日語呂合わせで11が来ますからねえ今日の何の何いい 何の日かなと思って調べましたまあ,あのポッキーの日でもあったりするわけですけれど、えー、サッカーの日だそうでございますそうですね、えー、いいサッカーではなくただ,ただのサッカーの日、えー、11対11でやるからということで決められているようでございますでは今日もお時間の許す限りお付き合いくださいませヘッドラインです 岸田総理大臣は昨日組閣を前に公明党の山口代表と会談し、18歳以下の子どもを対象に、10万円相当の給付をすることで合意しました政府が取りまとめる新型コロナウイルス対策で先月、来月から始まります3回目のワクチン接種は、企業や大学での職域接種 お来年3月をめどに始めることとなりましたイギリスで開かれている COP26 でイギリスなど23カ国は2040年までに世界の新車販売をすべて電気自動車など走行中に CO2 を出さないゼロエミッション車にすることで合意しました日本やアメリカ、中国、ドイツは合意に加わっていません プロ野球クライマックスシリーズペナントレースを制したヤクルトとオリックスが第一戦に勝っていますセリーグは巨人の先発山口が打たれヤクルトは新人奥側があープロ初カンプで飾っておりますオリックスは山本が5回以降走者を出さずこちらは1点差を守ってのカンプ勝利です 発達障害があることを理由に働いていた保育園から退職するよう言われたのは不当だとして保育士の女性が損害賠償を求める訴えを起こしました占い師の細木和子さんが亡くなりました83歳でした以上11月11日朝刊チェックのヘッドラインでした 今日日は朝日新聞を買ってまままいりました、まあ、各紙一面、昨日の記者会見もございましたけれども、はい、えー、18歳以下に給付、年収制限をつけると言ってはいますけれども、960万円未満ということなので、対象となる人の、えー まあ、9割はあ給付できるであろうと、9割対象となるというか、18歳以下の子供を持つ人にはということなので、えーまあ、どうせばらまきと言われるんだからという、参議院の自民党の偉いさん幹部の発言を、今日朝日新聞は書いておりますけれどもね、うん、どうせばらまきと言われるんだからと。 まあそれはメディアを批判しているのかもしれませんけれどもね、えー、よろしいな、どうせばらまきと言われるんやったらばらまこうと <laughs> 言えるならね、えーまあ、みんなのお金なんですけれど、夜の9時、ニュースウォッチ9を見ておりましたら会見が始まりました、1時間ほどの会見でございました。 この18歳以下への給付、じゃあ大学生どうなんねんというようなこともありますので、別にコロナ禍で厳しい経済状況にある学生に対して学ぶことを継続する、就学を継続するため、10万円の緊急給付金を支給する、また生活困窮している人には、 生活困窮者自立支援金を拡充するなど様々なメニューを用意するということですで、えー、昨日も話しましたが成長会長レベルではなくて、えー、幹事長が合意をいたしましたまあ、それを昨日、うん、40分ぐらい山口さん との時間を割いていたそうなんですけれど、もう実質この話っていうのが10分ぐらいで終わりまして、残りは雑談をしていたという記事もございましたが。自民公明両党のトップがどんな雑談をしているのか？あー、とても興味がありますね。今後のことを政党としてどうなのか？ あるいは、うん、安倍さん、こんなこと言うてはりましたでとか、えー、そんな話にもなるんでしょうか。ちなみに、えー、細田さん、細田派、まあ、安倍派ですが、ね、実際はあ、細田さんが衆議院の議長となりました。まあ、言うても、三権の長ですから、まあ、名誉職でもありますけれども、そっちに祭り上げられまして、 で、えー、細田派の細田さんは細田派からいなくなるので細田派ではなくなると、えー、そして総理大臣であった安倍さんが派閥に復帰をして、えー、その会の代表になるということですね。うん、で、えー、もう一度戻りますが18歳以下の子どもを対象にした10万円相当。 これはだから5万円の現金と残り5万円は教育に関わるものを,を買ってもらうためのクーポン券的なもの、えー、まだどのようにやるのかということについてはです、ねえー、決まってはおりませんで、まあ、自治体レベルでやるのと国レベルでやるのとでは当然規模が変わってはくるわけですけれど、えー、おそらく、うん、こうなるだろうと言われているのがですね、えー ホームページに対象となるものをずらっと並べまして、この中から買うてくださいというようなこと。自治体レベルでは、小学校に入る子ですかね。こういう子に対する実例が、実施例があるようでありまして、昨日もお話しましたけど、映画見んのも勉強やと、漫画読むのも勉強やと、ゲームするのも 俺はゲームクリエイターになるんだというからしたらそれは勉強だとも言えるわけですけれどねどこまでその教育に関わることなのか小学校入るときやったらランドセル今も高いですからね5万円10万円するようなものを買うっていうので比較的はっきりしますけれど学年が行きゃ行くほどよくわからなくなってきますから。 まあそういったあのホームページというかカタログというかですねその中から選びましょうという,ような案があるようですけれどもそれも本当に結局アマゾンとどう違うねんっていう感じにもなりますしねえまあマイナンバーポイント僕はなん大っ嫌いですけれど普及を図りたいというようなこともあって。 あるようでですね、これはあの段階的に最大2万円分のポイントを付与するというようなことでカードの普及を図ろうという動きもあるようですであのまあ公明党創価学会の女性局を 女の人らが頑張って選挙に、ね、動いたのにそれに対して、まあ、自分らだけじゃないんですよみんなにばらまくということですがそれがないと不満がたまるということから公明党向きのに向き合っての今回のばらまきであるというふうに私は見ておりますけれど、えー、親の収入が960万円年間 っていう書き方をしているんですけれど、えーっとまあ、昔のお父さんが外へ働きに行ってお母さんは家で家事をしている扶養家族であって、うん、で収入はないんだと女の人にはっていう、えー、それがほとんどだった時代では今。 ないわけででありましてですね960万という一応そこで線を引きましたよ線を引いたんですよということを言ってはいますけれど実態ですねお母さんもまあパートへ行って扶養家族の範囲に入るように抑えて働こうという人もありゃ厚生年金や税金やらかかってもかまへんからって言って 働いて200万300万400万,500万いやひょっとしたらこれ世帯主のものなんでね、えー、世帯収入じゃないわけですからあじゃあ,まあ世帯主がを年収の少ない方を世帯主に変えてしまっていたらこれ OK ということになるんですかね。 要は世帯主であるかかどうかですもん、ねうんこんねこなんも960万960万っていうことしか、まあ、あ都合割りから政府は言わない,というわけですけれど仕組みとしては世帯主の収入が960万なんだからそこは世帯主であるということはちゃんと伝えるときには伝えないといかんですよね。で親の収入っていうのも、えー、要はあの片親のっていうことですよそれは。 差別的に言い方に聞こえたらごめんなさいね、ええ、片親の分ですわ、つまり世帯主、それがあ男であろうが女であろうが父であろうが母であろうが世帯主の、うん、収入がっていうことなんで、ええ、この辺の伝え方も非常に、ええ、まやかしやすいというかあ、ごまかされやすいというか、ですね、ええ、注意せなあきませんね。ええ で、まあ、結局、ばらまく、ね、それが超単位のお金がかかるんですけれど、えー、これは、まあ、政策として批判は僕らもしますけれど、でも、あくまで公約を実現した政策なわけですね、えー、それをお拍手を送って賛成する創価学会の人たち。えー で、いや、ちょっとそれでいいんだよ、財務省の人、朝日新聞を読んでる人、うん、政教新聞じゃなくて、うん、っていうことはあるんですが、まあ、いずれにしても、これはもう政策としての議論ですよね。で、こちらのばらまきはどうなのか、えー、まあ、政治に金がかかるっていうのが、こういうことの金なんかな。はい、あ。 えー、週刊文春を買ってきました、終わりに今日今週後は派手な色使いですね、えーえーまあ、そこで岸田さんの名前を出すのはまあどうかとも思うんですが、岸田さんが応援に入っていた議員さん、議員になったんですけれど、野党に追いつかれそうになっていましたが。 何としても勝ち抜かせてほしいの裏で岸田総理衆議院選応援で違法集団買収という記事が出ております、えー、茨城県のお話なんです、うん、自民党の茨城6区国光さん42歳、えー、候補者 保守王国茨城の中でも激戦区の一つであって、で野党が一本化したので、これはひょっとしたらやばいかもしれんと、立憲民主党の青山さんという候補がいて、序盤の調査では0.6ポイント差まで肉薄されていたということから、岸田さんも応援に入っているんですね、岸田派の人ですから、これは落とせないということで,で。 そのその選挙の時に、えー、支援団体が動員をかけていたと、岸田さんも来ますせ、ね、というので、でえっ、ー、とトラック協会、トラック事業政治連盟、全日本トラック事業政治連盟。まあ こういうのはトラックに限りませんけれどロビー団体、圧力団体としてです、ね、支援をしますよとで政治献金、パーティー券なんかも買いますよと、うん、で,でも自分たちの業界に不利になるようなことはしないでねというような、まあ、それはまあ世の中たくさんございますけれどで、えー、みんなで応援に行きましょうと。 いや応援に行くのは構わないですよ、ええええ、そういう呼びかけがあるというのもいいんですけれど推薦者である衆議院議員、組光綾野氏より別、別別店の通り案内が送付されております、陽性人員については問いませんが、最大で5名以内とし、ご協力いただける範囲でご協力をお願いいたしますと。で えー、岸田自民党総裁来たると大文字で強調されておりましてそのどこでいつやるのかということが記されておりますでその文章のところにですね参加者に対しましては日当5000円1人当たりをお支払いさせていただきますので えー、添付の名簿でご報告をいただきますよろしくお願いいたしますと書かれていたのだと「週刊文春」は報じております、まあ、大臣室でお金を受け取るような人もおりゃあ実にこのシンプルないやいやそれは支援団体がやってることでしょうとうん候補者本人が来た人に5000円をばらまいたわけでは ないしその領収書を後でよこせと言ったわけでもないんですけれど公職選挙法によりますともう当たり前の話ですが選挙運動で金銭を支払うことはができるのはうぐい素性についてはあれ私の知人のやっております結婚式に司会者を派遣するところもそういうお仕事をしてはりますよ。ねえーまあ、もちろん 応援をする候補者のためだからでしょうけれどもねうぐいす嬢など例外的な一部の選挙運動員にお金を払うのは構わないけれどこれも確か限度があったと思いますが、えー、普通に集まる人にお金をばらまくなんていうことはできません例外的な一部を除き有権者や運動員ともに原則金銭を配ってはいけないそれが公職選挙法の趣旨 ですとじゃあその例外的な一部なのかということですねこれ有権者買収にあたることになる呼ばれたんだからまあ呼ばれた団体が自民党を支援するっていう団体だからそれはもうこの人に投票してねと、うん、そして比例区は自民党に入れてねという趣旨であろうということは当然わかるわけでありまして。 そう受け止めたという声も「週刊文春」は書いております、うん、当然のことだと思いますねこれ検察が動いて選挙違反事件としてなりますとその人たちもそういう趣旨だと受け止めましたとおそらく言うでしょう手のひらを返さない限りね、うん、ある会社領収書もあってですね、ええ えー、まあ宛先はその支援をする団体であるんですけれどうちの会社は事前に参加する従業員の名前を名簿に書いて教会に送りましたすると演説後人数分の日当が現金書き留めで届きましたそこには領収書も同封されておりました日付と署名欄が空欄だったので署名して 犯行をして教会に送り返しました切手がつけられた返信用の封筒も入っていて送り先はトラック教会宛、えー、先には事務員の名前が書かれておりましたということですこれはここだけのことでしょうかそれともたまたま見つかっているだけのことなのでしょうかカワイ・アンリー さんのののところの選挙違反の問題もありましたですよ、ねえー、あれはまあ二階さんからもらってきましたとかいろんなことを言ってですね、えー、場合によってはトイレで横に立った時にこう渡されたみたいなお話もありましたけれど5,000円であったり3万円であったり10万円であったりっていうのは選挙違反として挙げられるわけなんですけれど。 これはどうなんですかね、えーまあ、どっちもどっちのような気が僕はするんですけどね、えー、公明党のご褒美として日円、日曜券を相手には国民ですけれどばらまくのと、えー、自民党をもともと支持しているグループだとはいえ、えー、やってきたら、まあ、交通費ぐらいのことをお昼でも食べてねっていうその人情としてはあるでしょうけれど。 公職選挙法に基づいて選挙が行われている中で堂々とやってきた人に5000円を配るやなんてですね昔あれどこでしたっけ徳之島でしたっけもその中選挙区制の時とかお金がかかってしゃあないって言っててあそ,あそこの事務所は行ったら酒飲ましてくれておいしいあてもあってで、ね、帰りには5000円1万円くれてでもあそこは くれへんかった飲ましてくれへんかった、ケチや、だから投票せえへんみたいな選挙が <laughs> 本当に行われていた時代があったんですけど、今も変わってないのかなという感じがいたしますね。新型コロナウイルスワクチンで3回目の接種がもう来月から始まります。これはまあ医療関係者 を中心にまず始めるということなんですけれど2回打った後八8ヶ月ほど間を空けてということですね政府が取りまとめる新型コロナウイルス対策の全体像の概要が判明したと朝日新聞は報じておりますで3回目のワクチン接種について企業や大学での職域接種といわれるものを来年の3月をめどに始めるんだと ということなんですで、まあまあ、ワクチンそもそも反対だという方もあるでしょうけれど今、まあ、社会的に強引になされて動いているのはワクチンを打ちましょうとで、えー、2回だけではやっぱりあかんから3回目も打ちましょうと。 副反応なんかっていうことについては先ほど新聞を見ながら NHK のニュースを朝7時のを見ておりましたら副反応は2回目出る人もあって僕もまあ熱ちょっと出ましたけれど3回目とそんなに変わらないですよというようなお話でしたで、まあ、科学的なところから言うと3回目も打ちましょうということなんでしょうけれど あるいはまあ場合によっては毎年のように打たれへんかったらあかんのかということにもなるんでしょうけどね、まあ、変異の種類とかそれにもよりますが、えー、職域接種ということについては私が親しくさせていただいておりますここにも提灯を出していただいているネジ商社の三考インダストリーさんがです、ね、やりはりまして奥山社長がもうもうこれだって。 ええ、もう職域接種なんてしないぞ T シャツ作って着てはりましたんでえ何がどう大変やったのかっていうのはその後僕ちゃんとお会いしてないんでああもうもうもう嫌やって言うて社長言うてはるなっていうことだけは分かってるんで一回何がどう大変やったのかっていうことを改めてお伝えしたいと思うんですけれどえそうあの あのええ人である奥山さんがもう嫌やとでもちろん従業員のためもそうだし、えー、東大阪に大きな物流センター作りはりましたんでその近所のね、えー、に住む人お店やってはる人なんかもよかったら参加しませんかっていうふうにして接種してもらってはりましたがうーんもうーんって言ってたのはおそらくまあ役所の関係であったりとかっていうところ でしょう、ねうん、まあ打ち手をちゃんと医療関係者を確保しないとできないっていうのも当然のことなんですけどただ単に場所を借りてはい自分らこの日この日この日とで行きますから、えー、やってくださいよ社員証がそれであの、うん、打つことのね参加権の代わりになりますよっていうようなことでは済まない矛盾というかやりにくさっていうものを 今回、露呈していましたので、えー、もうそんなんやりますよって言っても、今のままやったら、多分 <laughs> 奥山さんは、ああ、じゃあ分かりました、次やりますって、多分言わないでしょうからね、うんこれ、大丈夫ですか、厚生労働省、あるいは各自治体、えー、彼の意見をちゃんと聞いていただいた上で、 改善すべきところを全部ちゃんと改善してやれへんかったらおそらくどっこも手あげへんと思いますよ。はい、あの打つか打たへんかっていうあの打たれる方の国民の声ももちろんそうなんですけれど、えー、手伝ってあげようって思う会社からそんな声が上がっているということだけはお伝えしておきましょう。 えー、あと飲み薬につきましては、朝日新聞3面ですね、160万人分を確保と、えー、アメリカのメルク社からあ、モルヌピラビルという,う新型コロナウイルスの飲み薬ですね、はいえー、薬事法での,その承認を前提とした契約でということですけれど。 はい、飲み薬ですので、あの家でいても,も、ね、服用できますから、あの注射みたいなことはありませんので、えー、メルク社によりますと、重症化しやすい患者を対象にした臨床試験では、軽症や中等症の患者が入院するリスクを半減できるものであるということだそうでございます。 イギリスで開かれております COP26 国連、えー、気候変動枠組み条約締結国会議の26回目、大手てはずです、はいえー、COP26 イギリスなど23カ国が2040年までに世界全体での新車販売をすべて EV ・電気自動車 エレクトリック・ビークルですね、はい。など、走行中に二酸化炭素を出さないゼロエミッション車にすることで合意をしました。えー、環境にね、えー、うさい方っていう言い方をしたら、また怒られますか、うんえー。環境こそ命という人たちにとっては、お進んだということなのかもしれませんが、トヨタ自動車をはじめ、に 日本の主張とはちょっと違うということでこの合意に日本は入っておりません、えー。電気自動車が本当に夢の自動車なのか、うん、うんまずそうです、ねまあ、先進国と途上国で状況がもちろん違うんですけれど、えー、そもそも、うん、来年期間 エンジンを使ったものをもう本当にゼロにしていいのか今あのプリウスをはじめとするハイブリッド車っていうのは電気とで、まあ、ガソリンエンジンですね、えー、ガソリンでなくてもいいのかもしれませんがそういうエンジン内燃機器、うん、もの燃やしてその爆発力で、えー、シャフトを回すというね、えー、いうもの と併用したものです。で、燃費は良くなりますわね。うん。もうモンゴル行ったらもうプリウスばっかり。<laughs> ごめんなさい。今、僕が喋ったことに対して、ま、えー、パソコンが勝手に反応しました。えー、燃費は良くなりますかねについてウェブでこちらが見つかりましたって勝手に。<laughs> <laughs> パソコンが反応してしまいましたびっくりしました何、はあえー、でしたっけ、うん、その全部本当に電気自動車にできるんですかするんですかっていう話ですねで、まあ、今回のことはあ国レベルだけではなくって州レベルアメリカカリフォルニア州であるとか、えー、ニューヨーク州であるとかうん でそれから大手自動車メーカーでいうと GM、フォード、メルセデスとかジャガーとかランドローバーとかーボルボもこの合意に賛同をしています2040年ゼロ,ゼロエミッション化に賛同した国やメーカーなど朝日新聞は3面にその一覧を載せております。国23というのはオーストリア アゼルバイジャン、カンボジア、カナダとかっていうふうになっていましてでも、まあ、日本、アメリカ、中国そしてドイツボルボは賛成していますが国としてのドイツは賛同していません日本も賛同していないこれはまあ、まあ、トヨタの意向ということもありますし日本の場合は2035年までに電動車100%にするという目標を掲げています。 電気自動車でではないんですねこれもある意味、前かしの言葉とも言えますけれどもね、えー、電動車、電気自動車じゃないんですね、つまりこう電動車というのはハイブリッドは入るということなんですよ。プリウス OK というのが電動車、えー、で電気自動車だと、えー、だからあれ未来でしたか、なんかいろいろありますよね、出てますよね、すでにね。うん なんで,すけどでまああの新車ですから、うん、新車なのでその段階でもし、まあ、この誤その通りにはならないと思いますがなったとしたところで、えー、その前の年までに作られたガソリン車が動けないというわけではないですし、えー、そんなんね30年40年前の車がいろんなところで走っていますから途上国で。 イケアですよもうその排ガス規制なんてクソくらいみたいな自動車だってまだに走ってるわけですから整備しながらなのでそこで急に変わるということはないにしてもでもまあ電気自動車にしようとでこれはまあ,あの環境のこと度々お話しますが環境のことを考えているとも言えますし自国の産業を保護したりするためのことでいうと結局ガソリン車 で牛耳られている国々がですね他国に牛耳られている日本車がいっぱい来るっていうような国が次の時代に日本まあ日本だけがターゲットにはなってないですけれど好きにはさせへんぞとこういうもう世のため人のためにこんな風にするんです地球のためにこんなんですよって言ってで日本車を締め出したりとかしようということがあったり、うん、まあまあもう 電気自動車になってしまうともう全くまた違ってきますんでね、えー、移動手段ではありますしそれがエンジンがモーターに代わってバッテリーで動くっていうことだけではなくって、うん、先日もちょっとだけお話ししましたけど要はソフトウェアの世界になってくるので。えー スマートフォンの中にいろんなアプリが入って、まあ、それはそれで本当に便利にはなっているんですけれど、えー、そうやって人の生活に関わるところをただで使わせるものはただで使わせるしでも課金,課金システムですね、えー、その課,課金システムの元締めに誰がなんのかっていう派遣争いでも実はあるんですよね。まあ、そら 原油から始まってそのガソリン車を取り巻くそういう利権も大きなものはある中で我々はガソリン代が上がっただろう下がっただろういうて暮らしているわけですけれどそこの世の中をガランと変えようとするその経済やら政治の国際政治の動きという側面もあるので。 ただただあ青い地球大事だねってきれいな空気大事ですよね温暖化するとおーモーリシャスとかもう海辺の国はもう大変ですよっていうそういうニュースとしてだけ見ていたらあかんでっていうことをたびたびお話をしているんですけど、ね、でもまあもう一つ大事な観点はいや電気自動車っていうことはあ電気を作らないといかんわけ ですからその電気は何で作るんですかっていうことですよね。まあ、もちろん考えてはりますよみんなこの自動車のことだけを言ってるんではなくて、えー、石炭火力などをですねあのもうしないようにしていこうとかっていうようなニュースはこの間からずっと出てきていましたよね。えー、あの割に近い数年の単位で国が公的な融資を 石炭火力なんかにする外海外のものに対してそれを引き上げなさいっていうようなことの合意がなされていたりしましたけど、えー、まあそもそもだから何で電気を作るんですかと、うん、太陽光のパネルをいっぱい置いたとてそれでは賄いきれないしかも安定しないわけですし、うん、じゃあ原子力ですかあ化石燃料を燃やして黙々やるんですか とそこと全部セットになってやらないといけないニュースですね。プロ野球クライマックスシリーズうーもう地上波でやらんのですよねえー、えー、昨日8時過ぎにこのスタジオへ戻ってきましてあそうそうと思ってねクライマックスシリーズ 見ととかなあっ A、えー、ゲームしてるなあのスマホの途中経過だけを見るといいなと思って来たんですがチャンネルをいじってもやってへん、うん、もうだから、まあ、僕も60ですけど野球でどやこやって言ってるのはもう当たり前の話なんですけどもう我々自体がオワコン なんでしょうね、えー、でもまあなんかしょうもないバラエティーよりクライマックスシリーズのまた A ゲームでしたからねパ・リーグは 4−0、はいえー、セ・リーグは1 0ま0、あ、両方とも負けたチームは0点ではありましたけれどうんあんな試合中継せえへんのってアホやなーって。 思うんですけど BS で見るかまあまあまあもう今は BS も地上波も関係ないっちゃ関係ないんですけどねチャンネルでピプッと変えるだけですからあのおアンのアンテナがついてへんからまだ見られへんねんっていう家はもうほぼほぼなくなっていってるんだと思いますけれどあとオアコンである AM ラジオとうんどっちかでしかもう楽しめないっていうふうにプロ野球がなって。 ているわけですからね、うん、まあまああのもう阪神とは関係のない話なんで、えー、すごいなあ本当にすごいなあいいピッチャーやなー、えー、やっぱり強いなあって、えー、思いましたはい。さて 発達障害をめぐる話題につきましてはまた改めて今、勉強中でございましてちゃんとしたいなと思っているんですがこちら皆さん、どうお考えですかね、まあ、発達障害に限らずいわゆる障害、が、ま、ん、あ、を外毒の害にするのかそれをひらがなにするのか、まあ、いろんな考え方もある。 ででですすねこちらです僕がこうあってほしいなって思う世の中とちょっと乖離しているんで皆さんはどうお考えになりますでしょうか、えー、福岡市の保育士の女性が損害賠償を求めて訴えたってまあこれは金が欲しいからということではなくって自分の主張をちゃんと世に問うというか。うん 園に飛ぶために損害賠償という形をとっているという理解を僕はしますが発達障害があることを理由に勤務先の保育園から退職勧奨をやめたらと、うんまあ、その言い方はどこまで、えー、不当労働行為に当たるようなことだったのかわからないですけれど、うん、もううちでは働かれへんでというようなことですよね。で 結果、じゃあ退職しますということになったんですけれどやっぱりそれはおかしいと、園側に発達障害への理解がなく不当な差別を受けたと訴えておりますで運営法人側は昨日行われました第1回口頭弁論で訴えを退けるように求めておりますどういうことなのかといいますと女性は2018年4月から福岡市内の認可保育園で働き始めました。 で保育士の経験は十数年あってこの園では一歳児のクラスの担任として勤務をしていましたでその翌年二千2019年10月発達障害であると診断をされました2020年の6月26日に保育園の運営法人の代表に「私発達障害と診断されたんです」と伝えましたすると 話し合いの場で子どもを預かる仕事は発達障害があるなら危険だなどと発言をし非常勤にしますということを言ってきましたいやそれはそれは困りますと翌日女性が断ると「いやじゃあもうやめてくださいと」と退職を勧められました6月29日退職届を出しています つまり、6月の26日に、まあ、それよりも前に発達障害と診断はされていたんだけれどもそのことを6月の26日に伝えで、そうするともうやめたあの非常勤でって言われていや、それは困るって言っていや、もうそれならやめたらって言ってで、もう数日後退職届を結局出す雨になったということですね。 原告側の主張はこうです、女性は発達障害があるものの、これまで問題となる行動を取ったことはなかったと、だって十数年、保育士の経験があるわけで,で、労働者が障害者であることを理由に不当な差別をしてはならないと定めた障害者雇用促進法に違反するのだと、朝日新聞の取材に対し、園の側はお話しすることはありません。 代理人の弁護士詳細は今後主張する時で花をくくったような言い方をしております。でこのまあ園の側が言うように何かしらの障害があって、えー、そのことが仕事に支障があるあるいはあ支障があると親御さんが不安になるそういう人がいるということは 事実だと思いますこの,この場合がどうかは別としてそういうことは考えうるのだと思いますけれども、えー、一方で、まあ、この診断っていうのは、まあ、政治家が逃げてる時にもお医者さんが診断を出すようにそれはまあ別に脱法行為をお医者さんがしようとしてるんじゃなくて診断っていうのはそもそもそういう,うその線引きの ここでっていう BMI がなんぼだけでとか血糖値がなんぼで0.1上がったからどうのっていう,ようなことではなくしかもことが発達障害というようなことである中ではですね非常にそのグラデーションになっているところの幅が広いですから薄いと判断してしないというのか。 行為と判断して、えー、発達障害ですっていうのかっていうのは、まあ、先生によっても違うぐらいのことであろうと思うんですけれどまた逆に、えー、発達障害ですよっていうことを診断してもらってあ私のこういう行動こういう思考というのは発達障害というものが原因だったんだって言って、えー、ある意味ホッとするっていう事例もあったりはするんですね。これが 発達障害をめぐるところの他の病気なんかとちょっと違うところだと僕は認識しているんですけれど、10年以上保育士はを続けていきはりました、この女の人。発達障害と診断されたのは2年前、はい2019年10月に診断されたと本気にありました。長女の診療に訪れた病院で、主治医の話に理解が追いつかなかったために、あれ、お母さん、ちょっと、 うん「受診されたらどうですか?」と言われたそうですいつもメモを取ってその場で理解するように努めてきたということなので、えー、発達障害という言葉とイコールもしくはニアリーイコールでないにしても自分があそういう,うその場で理解するということに まあ何をもって普通というのかは非常に難しいところですけれどそういう認識はご本人はあったでも子供を預かっている以上ミスは許されないと思って努力をしてきた人ただ仕事で場の空気を読めなかったことがあり発達障害があることを縁に伝えましたさあこの仕事で 場の空気を読めなかったっていうのも、まあ、これも難しいところですよねそんなん言ったらうちら小さい会社ですけれど僕も含めて誰も場の空気読んでへんとも言えますな <laughs> それはあプラスの側面とマイナスの側面がありますけれどうん。 まあ、何,の何の空気だったのか、ここは縁側の方針、えー、園長や理事長に拍手を送りましょうというような、忖度空気を読めなかったのか、あるいは、えー、これが正しいということを何だっていうふうにみんなで決めていこう、これは問題だっていうことを出していこうという会議の場で読めなかったのか、ちょっとそのあたり、詳しいことはこの記事だけでは全くわからないですけれど。 であっ、いや実は二年前に、えー、いや、1年前に、一年というか、うん、2019年10月に発達障害と診断されましたけれど、その仕事の中でですね、の中で、うん、ば場の空気が読めなかったことから、いや実は、あ、以前、発達障害に私、診断されてるんですと伝えたところ、 どうしてすぐに報告しなかったんだと、まあ、そういう言い方をされたんであ私が悪かったんやとすぐにちゃんといやいやそもそも私が発達障害やったことが悪かったんやそれをちゃんと縁に伝えてへんことが悪かったんやって、まあ、これはもうある種パワハラ的なところもあるのかもしれませんがあそんなふうに言われて思い込んでしまいました。で やめてしまったわけですねただ主治医から「いやそれはおかしいですね」と「弁護士に相談しましょうよ」で「労働者が障害を理由に不当な差別を受けてはいけない」と法律が定めていることをそこで知ったっていうんですね障害がある保育士に子供を預けたくないと思う親もいるかもしれない縁としてリスクを減らしたいという考えもわかるそれでも 少しのサポートがあれば普通に働けることを理解してほしかったと言ってはるまあもちろんその子供を預けててまあ熱中症で亡くなったり交通事故があったり縁の中の事故があったりさまざまなことで命を落とす場合っていうのがありますそこに関わる縁の関係者が いますその人たちのいろんな性格があったりうっかりがあったり、えー、気質によってとか人間関係とかってそういうものも複雑に絡み合ったりもするでしょうでもまあわかんないですけどこの10年以上場の空気が読めなかったりその場で理解できないことをちゃんとメモしたりっていうことをしてきてその仕事ぶりを うん何年か見てきた縁の側があ、そうですかとあ発達障害なんですか何で言わなかったんですかもうそれはもう無理ですよ、はい、もうあの非常勤に変わりましょう,いやもうそれができないんだったらもうやめてくださいっていうのはどうなんかなと思いますねそこはやはり僕も含めてなんですが発達障害というものに対する 理解というかそれが足りてないのではないかというふうに思って勉強をしたりするっていう方向に行かないのかなと思うんですよね。 この人は別にその地位確認を求めてもう一回そこへ戻りたいとかっていうことを言ってはるわけでもないですし損害賠償としては256万円っていうのはまちょっと算出の根拠はこの記事ではわからないですけれどうん、なんだかなって思います。それに対する僕なりのまだきっちりとした答えが、 持ち合わせていないので今、勉強をしているところでありまして、えー、あのまたやりますあの、ここでそういう対談というか、あ私は達障害ってこんなことですよって、えーえー、私は達障害を持ちながら生きているっていうのは、まあ、人によってもちろん差があります、さっきも言いましたようにグラデーションのある世界ですから。 なんで人によっても違うそのグラデーションの色も違うものだと思うんで改めてお話をさせてもらいますこれは、まあ、あの発達障害に限らないことですけれどもねあとねえっ、ー、と先日お話し,していたことの中でえっ、ー、と熊本の慈恵病院があコウノトリ あのね、子供を産んで育てられない人の子供さんを受け入れるという活動をしているところで内密出産ということをやりますと、うん、匿名で出産を望んで入院してきた人がいてと、えー、いうお話をいたしました、まあ、熊本市行政の側はいやそういうことはちょっと困りますということで。 前からずっと話はしてたんですけど病院側となかなか折り合いがつかなかったとで、まあ、そもそも女性が出産する上でですね、まあ、結婚して、えー、幸せな家庭を作ろうとしていて、えー、そこに,、えー、子,供に子供に恵まれて。 でえー、家族も含めてみんなが祝福をして出産の日を迎え産む、まあ、ということはもう命をかけた大変なことですけれどそれで生まれましたよかったねって言って育てはいいですけれどみんながみんなそういうことではないというのは当たり前の話ですよねいろんな事情がそれぞれあります。場合によってては、うん、望まれて いいない妊娠・出産というのもあったりもするでしょうしえでも生まれてくる子供に責任はないわけでえそうやって産む人が場合によってはその,ねもうそのまま生まれたばかりの赤ちゃんを殺めてしまうようなこともあったりするわけじゃないですかそうならないようにっていうことでやってはる活動ですけれど 内密出産は予期しない妊娠をした女性が病院の担当者にだけ身元を明かして出産し子供は一定の年齢になった後に自分の出自を知ることができる仕組みとして慈恵病院が受け入れを表明していますが実ではありませんでしたで先日、その内密出産匿名での出産をしたいという方が出ましたということをお伝えしました。 院長によりますと女性は東日本に住む未成年で10月にやってきまして病院が保護しました家族に知られることを恐れ出生届けに自分の名前を記すことなど公的に身分を明らかにすることに同意しないまま、まあ、本来ならそれはできないんですけどこの慈恵病院はそれをでもいいですよ受け入れますよということを言っているところで,で数日前に出産をしたそうです。 その後機能になった女性は自分で育てたいですと、まあ、その妊娠している間そこの妊娠に至るまでの彼女の人生どういうことがあったのかは分かりませんし、えー、あえて知ろうとも思わないですけれどそうやって産んで、まあ、自分で抱いたのかどうなのか分からないですけれど自分で育てたいんだと申し出まして。で 病院を通じて、えー、家族にもそのことを伝えたと家族にも伝えたくなかったけれど、うん、もう伝えます伝えてくださいって言ってじゃあ病院が分かりましたって言って病院が連絡をしはったそうです、まあ、その後家族がどういう反応をしたのか本人がどう言ってるのかっていうことはこのベタ記事には出ていないんですけれど、えー、このことについてももう少し勉強させて ください、えー、以前ならこういう記事があって、えー、本とかを読んで、えー、ゲストにって言ってお願いしてで段取り組んでもらって来てもらったり電話かけたりとかしてできたんですけど <laughs> なんせ、えー、全部1人でやっておりますんで申し訳ございませんがあいろいろと時間がかかることはお許しくださいません占い師の細木和子さん亡くなりました83歳でした あインパクトのある方でしたよね、えー、あなた地獄に落ちるわよって、えー、言ってありましたけれども天国極楽へ行かれたのだというふうに思います以上ヘッドラインでした続きましてドローカルニュースるるるるー朝日新聞25面から読んでみましょうはい こんなことあるんですね。校長先生が処分されております。校長先生は不良学生を、生徒を注意する側だと思っておりましたが、先生が注意されております。どういうことで注意されているのか。ごめんなさい、マイクに当たってしまいました。はい。えー、こちら、ちょっとわかりにくいか。はい。読みます。えー、 学学級級、なのに4学級どういうことでしょうか入学予定の新・中学1年生の数が当初の見込みよりも減って基準から言うと今度の1年生は3クラスですと言わないといけないところを校長先生が4学級のままですと言って先生がその分余分に配置されてしまった。 ていたというので大阪市教育委員会は私立中学校の57歳の男性校長を開国の懲戒処分にしました10月29日付の懲戒処分ということです今年3月上旬この春から入ってくるのは121人ですと報告しました入学のあくまで予定です小学校から上がってくる人数足し算したらそうなりますしかし その報告の直後私立の中学にと合格しましたそっちへ行きますという児童がいることが分かりまして121人入ってくるところが119人に減りました2人減ってしまったんですって国が定める1学級の上限の人数は40人ですなので121人だと1組40人 2組組組人、3組40人,4組1人、まあそんなはほなことはしませんけれど121人を4で割るんですけれど119人しか入ってこえへんねやったら40人40人39人で3クラスでいけるやないかとそこで教頭先生は校長先生に これ3クラスになりますよと指摘しましした。しかし校長はそれを聞き入れませんでしたこれがどういうことなのか <laughs> 別に1人でも多く入ったら校長先生の給料が上がるわけでもないんでしょうけれどその後も教頭から数回指摘を受けながら市の教育委員会には修正の報告をしませんでした教育委員会は この中学校の1年生は4学級だと認定し4月からの教員数適正数よりも2人多く配置、えー、要は3クラスか4クラスかということでですねで4月入学式終わった後、校長先生がいや入学者は119人でしたとえなんでおかしいそれどういうこっちゃはい市の教育委員会の調べに対し 私の思い込みで4学級が認められる121人が入学してくると考え安心してしまったなどと述べていると何, <laughs> 何に対してどう安心するまあまあそもそも30人学級を目指しているとかっていうようなことであればその文脈なのかもしれないですけれど。 ししか教頭先生はあずっと言ってたわけで知らなかったと思い込んだままということはそもそも考えられませんし、えー、教頭先生っていうのはなかなか大変な立場なんですがちゃんと指摘したにもかかわらず聞いてくれず何度も指摘しても変わらずでそれを市の教育委員会には直接校長を飛び越えて結いに行けなかったんですかね。えー 生徒や保護者の混乱を避けるため、教育委員会によると現在も4学級で運営していると。それは、それは、それは当然のことかなというふうに、えー、思います。世の中にはいろんなことがありますな。はい、えー、ドローカルニュースステーション大阪版から読んでみました。では続きまして今朝の一言に参りましょう。 今朝の一言私は一度も計画書など書いたことがないノーベル物理学賞受賞日系アメリカ人真部淑郎さん、はい、今日の朝日新聞「科学基表季節の気に評論の表」京大の山際先生が。 すれ違う政治と科学という見出しがついたコラムを書いてあります、えー、山際先生あの学問の方の人ですね、えー、科学の人ですでうん、学術会議のメンバーがあー排除されたっていう問題も含めて書いてあるんですけれど 真鍋郎さん結局日本人って言いますがアメリカ人ですアメリカ人なんですよ国籍アメリカですからね、えー、日本人であることを研究者日本人であることを日本人ですけど研究者日本人であることを自ら捨てて、えー、アメリカ人になるということを選んだわけですね日本で好奇心に基づく研究ができているのか 研究から好奇心を取ったら何が残るのでしょうかうん好奇心に基づく研究こそが重要だとこんな当たり前のことが今日本の研究者をめぐってなされていないのだとでこれはまあおそらくうん 研究の場だけに限らないですね、えー、エンターテインメントの場でも、本当に、うん、だってエンターテインメントって人を楽しませる、面白い、これが面白いと思うことをみんなにも面白いでって言って伝えるものですけれど、それがうまく機能していないところがあると僕は思っています。どっかで共通するのかな。 選択と集中によって補助金獲得競争を強いられていまして日本の国立大学は運営費交付金を削減され疲弊しています組織のために骨身を削って計画書や報告書の作成に追われ教員は十分な研究時間が取れないそれが日本の現状これは科学の世界に限らないようにも思いますまあ パワーポイントエクセルという大変重宝なようなあ、まあ、重宝なんですけれど効率はいいんですけれど鉛筆なめなめやっていた時代とは違うんですけれどでもなんか青ほどページ数のある、ねええー、そんなプレゼンテーション資料をプリントアウトして、えー、みんなが手元に持って プロジェクターにも映し出されっていうそういう光景は皆さんの周りでもあろうかと思いますが真鍋さん日本を飛び出しまして私は一度も計画書など書いたことがない、うん、その真鍋さんの発言に耳を疑った研究者がたくさんいたであろう研究者1人当たりの支援者の数日本はドイツの3分の1中国の5分の1世界 トップ10%の日本の研究論文の数が世界で10位に落ちたのも当然の結果であろうと答えの見つかりやすい近視眼的なテーマばかりにし,みつしがみついていては常識的な論文はかけてもノーベル賞級のそんな研究もイノベーションも生まれないまさにその通りですよねなんかもう本当にいらん ことに時間取られてるんですよね。で、これはベースに僕は日本社会が人への妬みそねみネミみ妬みというよりはヒガみですね。ヒガみ根性にまみれているようになっている。うん 人がうまいこと行く、それをもう本当に悲願で悲願で、え寝たんでっていうことで足引っ張るやつがいるから、で足引っ張られたくないから、 あいろんなことをすることでいろんな手を打つことで、うん、その自分に非があると言われないように担保を取るとその担保のための報告書であり計画書であるっていう。 でもそれもそもそも入ってきてる金財布の金が少ないからそうなっているなんで財布の金が少ないのかっていうとそういうイノベーションを生んでいないから財布の中がどんどん空になっていくなのにもかかわらずっていうこの負のスパイラルっていうやつですなそれに入ってる気がしてなりません今朝の一言でございました あえて日本人とは言わずに皮肉を込めたつもりでございますではそんな真鍋さんも使っております英語に参りましょう役に立ちますよとっさの英会話はい今日は買い物で役立つ英会話その二でございます Hello may I help you? はいこれはもう この間も出てままいりましたこんにちは。はい、どうも。何か、うん、何かお探しですかとか、うん。May I help you?、うん、これは、まあ、あの買い物とかでなくてもね何かお手伝いよっていう,うな時に使える言葉ですね。May I help you?、うん、とてもいい言葉です。No, thank you.、うん、いや、いいです。うん、no って言われるとなんかちょっとドキッとしますけどね。いや、いいですよ。うん、I'm just looking. はい。 えー、見てるだけってやつですね。はい、まさにまさに見る、ルックするだけ。I'm just looking.We are holding a special bargain sale upstairs. あ、あのー、上で、えー、バーゲンやってますよ。特別セールやってますよと言いました。はい、Show me the way.、はい、見に行くんや。はいえー、just looking で一人で。 見るんじゃなくて、あ、じゃあ見に行きますって言ってますね。はい。We are holding a special bargain sale upstairs.Upstairs、uh, は上の階、えー、Downstairs は下の階ということになりますね。うん。Show me the way、えー。はい。どうやって行くのって。はい。どっちって,言って。そういうことですね、えー。エスカレーターの方でしょうかエレベーターの方でしょうか階段の方でしょうかはい。Hello! May I help you?No, thank you. I'm just looking. We're Show holding a special sale upstairs.、Show、me the way. 買い物で役立つ会話でございました。ありがとうございました。今日もご覧いただきました。なんとまた1時間以上喋ってしまいましたですね。えー、うん長いんだろうか短いんだろうかあ。でもね、昨日ここでイベントをやったらいろんな人に、えー、今朝聞いたから来ましたよって言っていただいたり。 あのずっとラジオを聞いてたよっていうおばあちゃんが「あ見てるよ」って言ってくれはってねああ嬉しいわと思って「いや私もガラケーやし分からへんねん」っていう方もこちらもつらいんですけれどそのおばあちゃんはああのゴロゴロ押しながら来てはって「うん、頑張ってね」って言って「はよスポンサーついたらええのにね」って言うんであ全部ちゃんと分かってくれてはるわと思ってちょうちんのことまで分かってはって。 でなんでって聞いたら、息子も、息子もラジオずっと聞いてて、私も好きやったんで、ラジオなくなってしまったけど、息子が仕事で朝はおらへんけど、帰ってきたら夜一緒につけてくれて、YouTube で見られるようになってんねんって言ってくださって、とっても嬉しかったです。ありがとうございます。次のイベントは、 今週の土曜日です、11月の13日の土曜日、朝10時から最後は8時ぐらいまで、まあ、僕が直接やるわけじゃないんですけど、この近くにありますパーソナルトレーニングジムの子たちが来てくれましてですね、味覚、 食べる下ですね。この味覚と体の関係ということについて、30分ぐらいの短いセミナーを何度も何度も繰り返しやってくれます。僕も基本的にはあここにいるつもりにしておりますので、顔を見に来ていただければというふうに思います。11月13日の土曜日でございます。では最後に今日もまた明日インジャでございます。 YouTube はあーどこのあたりを何人ぐらいが見てはるかっていうのが出るんですけどどうも最後の30秒ぐらいここでガクンとやっぱり落ち込むようになってきてみんな楽しんでえのかないいじゃん嫌ですかじゃあもうとっととやりますねまた明日イいいャじゃんパーはいいかがでしたか今日はパーです皆さんはいかがでしたでしょうか では、また明日。このあとタイトルのあとアフタートークございます。